ち球拾うようなバッティングですが、セカンド三森、おっと追いついたか、よく追いつけました。最後は軽くジャンプをして後ろ向き、よく取りました。これは三森のファインプレーでヒットを防ぎました。追い込んで低めの球、セカンドは追いついてスリーアウト。しっかり三森が深い位置追いついて、この回も0点。もともと育成ドラフトの1位で入って詰まりました。さあ前に出てくる。ここは三森しっかり処理をしてワンアウト。先ほどのプロ初はショート内野安打だった宮田、2打数2安打の西川からです。強い当たりですがショート抑えた。一緒にいい球を振られた。ワンアウトです。いや源田の柔らかい守備でした。ものすごく難しいハンバウンドなんですけど、これ簡単に取りましたね。結構難しい。ちょっと外ショートセカンドの頭越えません。足立掴んでワンアウトです。少しバットの先でしょうか。落としてセカンド足立飛び込んでよく取った。一塁送球、ただ三塁ランナー帰ってきて追加点。足立よく一塁でアウトにしましたが、角中セカンドゴロの間に三塁ランナー帰ってきて2点目を取りましたマリーンズです。低めストレート、ここは引き返すがレフトが前に出てきて取りました。宮田落ちる球を拾ってきましたがレフトフライ。分からないようにですね、ゲージがずっと出てますけどね。セカンドが出てきます。ランナーにタッチをして、まあうまいですね、そして一塁アウトを取りました。いい状況判断でした。この回4イニング詰め松井智太ね。ですね、打っていってセカンド横への打球、中村一塁送球、軽快な動き、ワンアウトです。先頭の野口出塁することはできませんでした、ね、そうですね。ここは打っていって1、2塁間ファースト井上よく取った。1塁ハンダーハンドパス当たって2アウトです。井上よく反応しましたね。ナイスプレーですね。だからこのファーストタッチ、いや守備でのファーストタッチがすごくこのねプレーでね今日1日で、ね、本当によくなると思うんですよね、はい、だからそういったショートゴロ打たされました。藤岡1塁送球、際どい判定ですがアウトになりました。変化球、サード安田前に出てきて一塁送球、アウトになりました。